自分は尊敬する人物に常に、父と七海さんの名前を挙げているんですけど、その監督の下でプレーできるというのはすごく幸せなことだと思うので、その期待に応えられるようなプレーをピッチで出せるように練習から、一生懸命やって、サポーターとともに喜ぶことができるように頑張っていければいいと思います。クラブのために戦いたいっていうことがありましたし、ここでね、こう断ってしまったら、もう一生自分の現役中には声かかんなかったかもしれないし、七海さんやハットさんとやりたいっていう気持ちも強かったので決断しました。あいつ何も変わってないんじゃないかとか、まあいろんな声があるだろうけど、そういう目とか声とかは、まあ自分のプレーで跳ね返すことができるので、選手はそれができるから、ピッチの中で全力尽くしてやるだけです。やっぱ自分の年や立場になればやっぱ結果が必要だと思いますし、まあ、それを、ね、若い選手に背負わせるわけじゃないから、そういうところをしっかりベテランと呼ばれる選手たちは背負って、チームの助けになるようにやることだったり、まあ、そういうところはちょっと使命感なのかもしれないけど、まずは自分のことをしっかりやろうかなと思います。挑戦ですけどね、そりゃ新しいチームに来てるわけだし、結果が出なければ変えられる世界だし、すごく重要なポジションを任せられてると思ってますし、チームが勝たなければ、責任も感じますし、サポーターの皆さんの声援と自分たちのプレーとでチームの力全てを出し切ってゲームで勝てるようにしたいと思います。